アントン・フリードリヒビル・ヘルム・フォン・ベーベルンは、オーストリアの作曲家、指揮者、音楽学者、ウェーベルンとも書かれる。シェーン・ベルクやベルクと並んで新ウィーン楽派の中核メンバーであり、なおかつ20世紀前半の作曲家として、最も前衛的な作風を展開した。このため、 生前は帰り見られる機会がほとんどなかったが、戦後の前衛音楽勃行の中で再評価され、世界的に多くの作曲家に影響を与えた。オーストリア・ハンガリー帝国の首都ウィーンに生まれる。ベーベルン家はクロアチアなどに領地を所有する貴族の家庭で、正式の名はアントン・フリードリ・ヒビルヘルム・フォン・ベーベルンであるが、作曲者自身は、 ミドルネームを公式には使わず、1918年には貴族のみに許されたフォンを政から外した。父親は成功した鉱山技師としてオーストリア帝国各地を転々としており、このためベーベルンは少年時代をグラーツやクラーゲンフルトなどに過ごす。音楽を愛好する家庭環境に育ち、1902年よりウィーン大学でグイード・アドラーに 音楽学を支持し、ハインディヒーザー,アークのコラリス・コンスタンティヌスに関する論文を提出して学位を得た。古学のポリフォニー様式への関心が、後のベーベルン自身の作風に大きな影響を与えていよう。1904年からシェーンベルクに支持して作曲修行を続け、1908年にパッサカリアニ単調作品1によって独立を許された。 シェーンベルク門下のベルクは、その後のベーベルンの音楽活動において、影響を及ぼしている。音楽家として独立してからは、イシュルやテプリツ、ダンツヒ、シュテティーン、プラハなどで指揮者として活動し、それからウィーンに戻った。第一次世界大戦後は、シェーンベルクを補佐して、私的演奏協会を設立。1922年から1934年まで、 ウィーン労働者公共楽団の指揮者を務め、BBC 公共楽団にも定期的に客演を続けた。名誉ベルクが1935年に休成すると、残されたバイオリン競争局のイギリス初演で指揮を取った。その模様は、初演のバイオリニストルイス・クラスナーにより録音され、二度にわたって CD に復刻されている。1938年にナチスドイツにより、 オーストリアが九州合併されるとベイベルンの音楽は大敗音楽、文化的ボルシェビズムの楽輪を押され演奏活動で生計を立てることは困難になった。このため契約先であるウニベルザール出版社の編集人や公営係を引き受けざるを得なかった。1945年に終戦後に作曲活動を再開する思惑からウィーンを去って ザルツブルク近郊のミッタージルの娘の家に避難。しかし、娘婿が元町親衛隊で、当時は闇取引に関与していたのが落とし穴となる。同年9月15日、喫煙のためにベランダに出て、タバコに火をつけたところを、オーストリア占領軍の米兵により、闇取引の合図と誤解され、その場で射殺されたのである。ベーベルーンは家作家であり、 生前に出版された作品は、わずか31曲しかない。ピエール・ブーレーズが監修、指揮した、ベーベルン全集の CD は、作品番号のない作品を含めてさえ、ディスク6枚分で間に合っている。しかしながらベーベルンの更新への影響は大きく、とりわけ戦後の前衛音楽への影響は、濃厚であった。後期作品は12音技法が使われ、 密度の薄い音響体と冷たい情感が特徴的だが緻密に構成され凝縮されそれでいて明ーな構造を持ち音光以外の要素も組織的に扱おうとする傾向が見られるなどトータルセレリ,リズムの前兆とみなすこともできるこれがブーレイズやシュトックハウゼンなどに影響を与えている一方刑事は ベーベルーンの独自な時間感覚やリズム構成を捉えて音楽の真髄とは、毎と呼吸にあることを教えた作曲家であるという趣旨の発言をしている。ストラビンスキーは、シェーンベルクと互いの作曲姿勢に反発し合ったにも、かかわらず、秘書で指揮者のロバート・クラフトの手引きで12音技法に精通するようになってからは、ベーベルーンへの系統のもとに、自らの晩年様式を開花させていった。 ある程度の長い経歴を持つ作曲家がそうであるように、ベーベルーンは時期ごとに音楽を変化させていった。それでもなお次のような特徴を挙げることができる。シェーンベルクに入門してから完成させた最初の作品が還元楽のためのパッサカリアニ単調作品1である。構成的にはブラームスの公共曲第4番フィナーレの前例に習っているが、 火星的に見ると進歩的で、オーケストレーションは尊敬していた、ブルックナーやマーラーの影響が認められるものの、個性的になっている。また、変装される主題には、お互いに逆光形の範囲気なりを成している部分があり、この主題が、弦のピツカートによって途切れ途切れに提示されるなど、後期作品を彷彿とさせるものがある。パッサカリアは、古い音楽形式の一つであり、後に、 ベーベルーンが見せた古い音楽形式への関心の方が見出される。作品3の5つの歌曲以降の作品でベーベルーンは無調を用いている。無調期の作品では弦楽四重奏のための5つの楽章作品5や還元楽曲のための6つの商品作品6などが比較的よく演奏される。還元楽のための5つの商品作品10。 などによって極限にまで短く凝縮された音楽は4つの還元楽歌曲作品13あたりからさらに複雑さを極めていくようになる。十二音技法を用いた最初の例は3つの宗教的民謡ドライガイストリヒエフォルクスリーダー作品17でこれ以降の作品はすべて十二音技法で作曲された。器楽曲でその最初の例は 弦楽三十奏曲作品二十である。つまり、弦楽三十奏曲は、十二音技法に伝統的な学識を融和させようとした、最初の試みと言って良い。公共曲作品二十一に至って作風に変化が、現れ、弦楽三十奏曲までの極度の複雑さに変わり、簡素な明瞭さが現れるようになる。ベーベルーンの音列技法は、しばしば非常に手が込んでおり、 12の音列のうち4音ずつのグループが形作られ、3つのグループが互いに、互いの変形であるかのように関連付けられている。ベーベルーン作品の統一感はそこにあるが、しばしば音列の旋律線は、より細かく分断されて、一つ一つの音が、別々の楽器の音色をまとわされている。ベーベルーンの最後の作品群は、作曲様式における新たな発展の可能性を暗示している。 例えば、信仰を結んでいた女性詩人、ヒルデガルト・ヨーネの詩による二つのカンタータは、以前の作品よりも大きなアンサンブルを採用しており、所要時間が長くなり、響きの密度は幾分濃密である。音列作法は、より単純で、正規作品に認められる音列の内的な、同期的連関は見出されない。突然の不幸な自己詩により、ベーベルンが、 カンタータ第2番作品31の後に新しい方向に沿ってどこにたどり着こうしていたのかを見定めることは誰にもできなくなった。図形による作曲も考案していたと伝えられるが証拠は残っていない。シェーンベルクに入門する前後に独力で書かれた初期作品は高ロマン主義音楽の様式をとっている。これらは生前には出版されず、そのため 作品番号さえ付けられなかった。それにもかかわらず、研究者、ハンス・モルデンハウアーによって公開され、出版されると、現在しばしば演奏、録音される、ベーベルン作品となった。大寛弦楽のための牧歌、夏の風の中で、インソーマービントや、弦楽四重奏のための感情学賞が、その代表であり、校舎には、ブラームスの影響が見られる。ありがとうございます。